密度、民族、教育、健康、経済、宗教などを扱う。パプアニューギニア国内の原住民は世界でも非常に多様で地域差が大きい。パプアニューギニアには数千の独立した部族があり、多くの部族の人口は100人以下である。言語、文化、伝統ごとに分けられ、いくつかの部族は近隣部族と数世紀にわたって部族間で、 慣習的に戦争を行っている。この分立状態は起伏が激しい山々によって作り出され、近年まで数キロ先に暮らす隣の部族さえも認知していなかった部族もある。この状態は現地のそれぞれの村にそれぞれの文化という言葉に反映され、おそらく現地の多様性を最もよく表している例である。 化粧をした不利族の男性ニューギニア島で主に話されるパプア諸語だけで650を超える言語が特定されており関連付けられるのはそのうち350から450程度である。残りのパプア諸語はどれも互いに完全に孤立していると考えられている。加えてオーストロネシア語に属する多くの言語がパプアニューギニアで使われており、その他も含めれば 計800を超える言語が存在する。原住民の言語は数百から数千人に話されており、演歌集で利用される演歌語は13万人によって話されている。多くの言語がある中で共通語の役割を果たしているのは、徳、ピシン、またビジネス語や政府の発表などに使われるのは英語である。学校では第二学年からすべて英語となる。 総じて人口密度は低いが、一部では人口密度が高い地域もある。パプアニューギニアの西部州では1、平方キロメートルあたり1人が平均密度となっている。ニューギニア高知の深部州では1、平方キロメートルあたり20人が暮らしており、1、平方キロメートルあたり200人が農業を行っている。高地には人口の40%が集中している。この10年、 首都ポートモレスビーをはじめ、それぞれの地域の中心となる町では、かなりの都市化が進んでいる。1978年と1988年の間、ポートモレスビーパッパーセント、第6%パーセント、マウントハーゲン6.5%、ゴロカ4%パーセント、マダン3%パーセントの人口増加が起こっている。都市化は1990年代に、さらに加速し、不法居住。 失業などの社会問題を引き起こした。人口の3分の2がキリスト教徒であり、これらのうち70万人がカトリックであり、50万人がルター派、その他はプロテスタント諸州である。主要な教会はそれぞれの影響下にあり、多くの宣教師が国内に残っている。ヒキリスト教徒の土着の人々は多様な宗教を信仰しており、 これらの宗教は主に精霊へ信仰や、ソレへ信仰などのアニミズムで、伝統文化の不可分の一部となっている。在留外国人は1%未満であり、その半分以上がオーストラリア人である。その他の国では、イギリス、ニュージーランド、フィリピン、アメリカなどからの外国人が存在する。独立以来、900人の外国人がパプアニューギニアに帰化している。 伝統的なパプアニューギニアの社会構造は以下のような特徴が挙げられる。多くのパプアニューギニア人はいまだに強くこの伝統的社会構造を守っており、これは農村生活にその根本を持っている。FAO の2005年のデータによる人口推移の表。人口は先端位。特に示されていない場合、NATO の統計による2006年の概算。7.25人。 1000人0人、1000人、女性一人当たりの男性の割合45.63人、1000人主な民族グループ、編集少数民族グループ、編集その他700を超える、民族英語、特、ピシン、ヒリモツ語の3つの公用語が存在する。英語は、人口の1から2%がネイティブである。特、ピシンは広範囲に広がっており、特、ピシンが使用されない、パプア地域では、 ひりモつ語が使用される。820から830の言語が存在し、大体が少数の和社に使用されるが、演画語のみ18万人に使用されている。15歳以上の識字率主な民族には、マレー人、パプア人、ネグリト人、ミクロネシア人、ポリネシア人などが存在し700を超える少数、民族が存在する。ありがとうございます。